俺、鶴亀さん完全に理解しちゃったもん。どうもあーちゃんです。よっちゃんです。ということで、鶴亀山って知ってる？聞いたことあるな、やったことあるなぐらいですね。鶴の足は大体2本。亀の足は4本。はい、じゃあタブレットを見てもらっていいかな。はい。1個110円の桃と1個140円のリンゴがあります。激安じゃない。これらを合わせて40個買ったところ、代金が4880円になりました。桃とリンゴを何個ずつ買いましたか？あーちゃん、これ1分で解いてください。無理。計算方法を教えようか。はい、教えてください。これは鶴亀算なんだけど、よっちゃん実は頑張ってアプリ作りました。おー、ちょっとこれ公開するので、この番組でやったことをちょいちょいね、おさらいの意味も含めて、皆さんもアプリいじっていただければです。あれですか、お高いんですか？無料。おお、いいね。そうそう。それでは早速よっちゃん自作アプリやってみましょう。鶴と亀が合わせて8匹います。ん？足の数の合計が22本の時、鶴と亀はそれぞれ何匹いますか？はい、じゃあこの考え方を教えます。はい。これアプリでできんの？そうだよ。すげえ。8匹全部鶴だったら足は何本になるか？16本だね。そういうこと。だけど足りないね。じゃあ亀もいるってことだ。そういうこと。全部鶴だと6本足りない。じゃあ亀が1匹増えると何本増えるんだ？2本増えるのか。そういうこと。2本は3本、亀が3匹いればいいのか。そういうことです。3匹いるとこうなります。22本になると。計算方法を見てみましょう。あ、わかった。まず全部が鶴だった場合は、足の数を計算すると6本足りない。亀が増えるたびに2本ずつ足が増えるよね。鶴だけだとあと6本足りなかったでしょう。それを足の数の差の2で割る。ということは6÷2。そうすると。なぜ2で割る？足の数の差は2本。そうだよ。2本増えるんだよね。亀が1匹ずつ増えると。だから亀が3匹になると22本になるよね。わかってくれてる？ちょっとごめん、100% わかってないぞ。これやばい。はいはい。だから。もう一度やろう。はい。はいはい。図を見てもらおうかな。はい。計算の仕方を覚えよう。はい。まず鶴が8羽だと16本。ピンポン。そして亀が1匹増えるごとに2本増える。そうそう。そして足の数が22本。鶴が8羽だと22本にはまだ6本足りないよね。そうだね。そこまでは分かる。そうだね。そこまでは分かるよね。そして亀が1匹増えるたびに何本ずつ増えた？2本ずつ。2本ずつ増えると3回で6本になるよね。あ、分かった。うん、ごめんなさい。ようやく分かりました。ありがとうございます。はいはい。これが鶴亀算の解き方です。はい。ということで、あーちゃんテスト多分できるな。はいはい。 AI が問題を生成中です。優秀ですよね、私よりはね。 AI さんの方が。読んでいいですか？ある店で自転車と三輪車が合わせて10台売られました。タイヤの数を数えると全部で23本ありました。自転車は何台売れましたか？そこであーちゃん、これは自転車は車輪何個？2です。三輪車は何個？3です。はい、じゃあ同じように計算してみよう。はい。まず車輪の差は1。3-2が1ですね。自転車が10台売られたとしたら、うん、かける2なんで、そうですそうです、車輪の数は20になるはず、うん、車輪の差は1ってことは、うん、三輪車が3台売られましたっていうことは、全部で10台ってことは、うん、自転車は7台売られました。自転車7台、三輪車3台ね。きっと合ってると思うよ。回答ボタンで大正解。50円切手と80円切手を合わせて15枚買いました。代金は全部で900円でした。50円切手は何枚買いましたか？と。わかりました。50円切手を15枚買ったとすると、代金は750円になる。しかし、全部で900円だった。その差額が150円ある。で、50円切手と80円切手の差額はもう80-50=30なんで、80円切手が150÷30だから、5だ5。80円切手が5枚。で、50円切手は15-5で10枚です。どんどん計算が早くなっていますね。数字を入れます。はい。お願いします。はい。
遊園地で1枚300円の子供の入場券と1枚500円の大人の入場券を合わせて20枚買いました。入場券の合計金額は7400円でした。子供の入場券は何枚買いましたか？これはもう桁が変わってるけど全く全部同じ問題ですね。差額がまずパッと見て500円引く300円で200円。ここでだから、金額が低い方の券300円が20枚だったとすると、6000円ですよね。しかし実際は7400円だった。この差をまず出して、これが1000と400円なんで、1400割る200円。差額の分が200円。これが7。ということはこの7っていうのは大人の入場券が7枚。全部で20枚。20枚引く7枚が子供の券の数。これが13枚になります。だと思います。13枚でお願いします。サクサク解いてますね。これやっていたら全問正解で紙吹雪が散りますよ。合ってました。すごいやーちゃん。天才。もう、ロジックは分かった。あとは、ボンミスとか計算ミスとか。はい。じゃあ、あーちゃん、一番初めに戻ってこっちやってみようか。1個110円の桃と1個140円のリンゴがあります。これらを合わせて40個買ったところ、代金が4880円になりました。桃とリンゴを何個ずつ買いましたかという問題でございます。あーちゃん、これは番組の初めに解けなかった問題です。できなかった。でも今は解けそうだよね。そう思う。やってみますね。まず、差額は140円引く110円で30円。これ差額。で、金額の小さい方のものを110円に40個かけると4400円になります。しかし、代金が4880円。っていうことは、この差額も出して、480円分リンゴが多いってこと。で、それを割ることの30円、差額の分の30円してあげると、出る。で、これは暗算、あーちゃんにはできないかもしれない。でも16だよね、これね。ということは、リンゴが16個。で、全部で40個だから、桃が24個だと思います。実はよっちゃん、これ回答知りません。なので、電卓渡すから確かめの計算してください。24×110円は2640円。16×140 円ですね、リンゴがね。が2240円。2240円に2640円を足すと4880円。すごいやーちゃん。天才。ありがとうございます。あーちゃん賢くなったんじゃない？なった。なったと思いますよ。イエス。あーちゃんおめでとうということで、はい、これからもね、ちょっとアプリもアップしていきますが、うん、あーちゃんも中学受験頑張れそうだね。よっちゃんさ、今回さ、鶴亀さんの勉強法めちゃくちゃ役に立ったよ。ありがとう。そうそう、今回みたいにできなかった応用問題を回答を見ながら解くよりも基礎の基礎に戻った方がいい、うん、さっきも鶴と亀の合計が8という簡単な問題から始めたでしょう、うん、そのくらいの簡単な計算に遡って問題を繰り返し解いて理解してから応用問題を解くのがいいです。よっちゃん教えるのずっと下手だと思ってたけど嘘だったね。うまいね。俺鶴亀さん完全に理解しちゃったもん。でしょう。うん、基本に一番シンプルなところに戻って立ち返ってそこができるようになればどんだけ難しくなっても大体対応できる。台数で計算する人多いけど台数より早い。そうだね、鶴亀さん優秀じゃんって思った。じゃあちゃん受験勉強頑張ってください、はい、頑張るぞ。さよなら。ちょっとあーちゃんとアプリ活用について雑談してみようと思います。鶴亀山番外編。あーちゃんアプリを使った授業どうでしたか？いや、これ本当に忖度抜きでめちゃくちゃわかりやすいし勉強になった。鶴亀山は目から鱗っていうか、まあ計算の仕方は知ってたし、中学生以上になったら XI 代入していけば簡単に解けちゃう問題なんで、バカにしてた部分はあるけど鶴亀山の優秀性っていうのがすごいわかりました。鶴亀山の計算式は意外に簡単なんだよね。なんだろうな、あーちゃん的にはもっと小難しいと思ってた。あと勉強ってやっぱさ苦手な人多いじゃん。得意な人も稀にいるけど、あーちゃんも苦手です。うん、ただよっちゃん式の鶴亀算は全然小難しくないし、目から鱗とかちょっとしたやり方ですごい理解、全部理解できるからシンプルなのがすごくいいと思う。お母さんとかお父さんで教え方が本当に上手い人は稀だよね。ああ。どうやって家の勉強を楽しくできるかを考えていて、
それはアプリで解消できると思ったんだ。あ、できると思った。だってちょっと前まで鶴亀山できなかったあーちゃんがもう今鶴亀山人に教えられるよ。5回10回やると全然違いますね。感動したし、こういうのってあれなんだよね、バカみたいに長時間勉強するよりもしっかり理解した上で短時間集中して繰り返しやった方が効率いいんだよね。動画とアプリは反復学習しようというコンセプトなので見てちょという感じです。あーちゃんでは塾に行ってきてください。行ってきます。アプリは9月末にリリース予定です。また告知しますのでぜひ皆さん見てくださいね。